1月8日チーム始動。パナソニックスタジアム吹田で行われた2020シーズンキックオフイベント、メディア関係者そしておよそ100名のファンクラブメンバーが招待される中行われました。これを1シーズン通して披露したいという考えのもと、2020年のシーズンのスローガンを引き続きガンバイズムといたしました。ガンバ大阪の歴史を築いてきた選手たちが作り上げた、ボールを保持しながら相手を圧倒しアグレッシブにゴールを奪うガンバイズムをさらに高めるため、クラブとしては史上初となる2年連続で同じスローガンを掲げました。今シーズン新加入選手は総勢12名、経験豊富な小野、新里、大卒ルーキーに即戦力の黒川、山本、ユースからは J リーグ最年少ハットトリックを記録した遠山が飛び級昇格、チーム底上げを期待できる補強となりました。ガンバがタイトルを取れるように全力を尽くしてやるので、ファンサポーターの方に僕の勝つためにプレーするところをたくさん見てもらいたいので、ぜひスタジアムで応援よろしくお願いします。こうやって常にタイトル狙うようなクラブでプレーできるのを大変光栄に思いますし、今シーズン終わった時にクラブのスタッフともサポーターの方とも喜びを分かち合えるように全力でプレーしますので、よろしくお願いします。攻撃の組み立てのところと突破のところとかを見てもらえたらいいなと思います。頑張るために全力を尽くして頑張るので、応援のほどよろしくお願いします。攻守において存在感を発揮して攻撃的サッカーを牽引できるような存在になっていきたいなと思っています。応援よろしくお願いします。ガンバ大阪ユースから昇格しました遠山昌司です。一日でも早く吹田スタジアムのピッチで点を取ってチームに貢献できるように頑張ります。これからよろしくお願いします。早く我々のサッカーのやり方に馴染んでもらいたいですし、あとは自分の持っているものっていうのをどんどん発揮してもらいたい。新チームに来て少し遠慮するところもあるかもしれないですけれども、そういったものを早くなくしてもらって、これが強みだというものを存分に練習の中で見せてもらいたいと思っています。2020年新たな戦いに向け一新されたユニフォームが発表されました。デザインテーマはトラディション G、 日本の伝統文化を感じさせる不規則な縦縞模様にはアグレッシブなガンバ大阪へという強い決意が込められました。宮本監督体制3シーズン目、ガンバイズムを貫き戦う選手たちに期待しましょう。キャンプを終え迎えた2月5日、大きなニュースが飛び込んできました。ロシアワールドカップ日本代表ディフェンダー庄司源選手の完全移籍が発表され、加入記者会見では集まった報道陣の前で熱い決意を語ってくれました。ガンバ大阪に、帰ってくることになりました。僕自身中学校の時に、お世話になり、その後は違う、チームで、普段は、敵としてライバルとして戦ってたんですけど、この度戻ってくることができて、本当に、感謝しています。しっかりここで、結果を残すだけを考えて、チームの目標でもある優勝に、手助けになるっていうよりも自分が引っ張っていくつもりで来ているので、それを実行できるように頑張っていきたいと思ってます。僕も以前は鹿島でお世話になってたので、鹿島にもちろん恩義は感じていますが、タイミングとかもいろいろあって、このガンバ大阪さんが、獲得に興味を示してくれたっていうのも、すごい僕の中では、大切なクラブですし、この恩を大事にしたいなと思って決めさせていただきました。いや、もちろんガンバ大阪さんは目がけるものを全てに、僕の力を注ぎたいと思ってますし、最初にも言いましたけど、その何かをこうもたらすっていうよりも本当に自分が引っ張る覚悟できてますし、年齢もそうだと思いますし、その例に関しては1年目だろうが1日目だろうがそういうのは関係ないと思いますし、僕もそういうのは、ちょっと別のチームで鹿島で、そういうのも習ってきましたし、そういうのはチームが違えど、還元できると思っているので引っ張っていけるように頑張りたいなと思います。多くのタイトルの獲得経験をしてきた庄司選手、チームにとって頼もしい選手の加入となりました。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。